おはようございます。さあ今回はこちらからお届けしています、はい、FC 大阪のホームスタジアム東大阪市花園ラグビー場から。ラグビー場でやるんですね、うん、あでもそうやれたらサッカー場もラグビー使ったりしますから。あそうなんですか、はい、さあそしてあのすぐそこのグラウンドで FC 大阪が今練習をしているそうなので。あそこ、うわ綺麗、広い、芝生も綺麗やしですね。こんだけ芝生が綺麗だと選手はめちゃくちゃモチベーション上がるんですよ。やっぱり芝生の環境大事ですか。すごい大事。へえ。いいね。見えて。本日のキックオフ関西は持ち時間を奪い合う試合ハイライト。イケメンで謙虚ってすごいですね。そしてバックトゥーザ関西、元日本代表梶明さんが地元淡路島で原点をたどる。さらに J リーガーがサッカーの技術を競い合う新コーナー、カンチャレがスタート。わざとじゃないよ。ヨーロッパはそのホームチームで芝の長さを決めるんです。スペインに行った時とかバルセロナってボール回しがすごい速い、はい、だから芝生をめちゃくちゃ伸ばす。練習してるところめちゃくちゃ近いですね。真後ろですからね。こんな近くで見るとかね、なかなかないですよね。なかなかない。では早速まずはゲームハイライトタイムサバイバルです。明治安田生命 J3 リーグからトータル1分の時間を FC 大阪と奈良クラブで奪い合う形になります。1分は短いね、はい、あくまで直近の試合結果がいい方が放送時間が長くなるんですが、はい、今回の勝ち負けそして得失点総得点まで全て並ぶという。そういう時はなので今回は現在の順位で尺の割合が変わるという。あ順位、あ上の方が、はい、あまずは J3 FC 大阪、持ち時間は20秒。アウェー白のユニフォーム FC 大阪は前半25分、セットプレーから最後は島田選手が押し込み先制。これで島田選手は4ゴール目、得点ランキングも3位、チームも初の連勝です。急に勝ってるもんね。続いては奈良クラブ、持ち時間は40秒。あの2世 J リーガーが登場。奈良クラブ津波優太です。あの津波の息子です。そう、津波選手のお父さんは解説やバラエティでも活躍する元日本代表サイドバック津波聡さん。顔似てるしね。お父さんと一緒やん、ノリも。5試合負けなし青のユニフォーム奈良クラブは後半20分、お父さんと同じサイドバックの津波選手から最後は酒井選手。切り返して相手がすぐ立ってきたんでもう一回切り返すっていうところでうまく相手を見てできて、最後はもう本当に誰か触ってくれっていう思いで投球をしました。喋り方も似てるね。このまま逃げ切った奈良クラブはホームで嬉しい初勝利。では津波選手、告知お願いします。5月はホームゲーム2試合、 FC 大阪との生駒山ダービーもあります。ぜひ皆様スタジアムへご来場ください。よろしくお願いします。嬉しいでしょうね、お父さんは。そうですよ ね, ね。どうですか、もし息子さんがサッカーをやって。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。やっぱり嬉しいですか。はい、本当にそれこうやって活躍してくれたら、うんうんうん、羨ましいなと思います。あ、うん、じゃあいつかそうなってほしいです ね, なってほしいですね。本当楽しみ。はい、さあ続いては関西のレジェンドフットボーラーのルーツを探るバックトゥーザ関西です。このコーナーは大好きです。今回は元日本代表梶明さんが原点を探るべく故郷の淡路島へ。昔と一緒、全く変わらへん。これ関西サッカー界のレジェンドがその原点をたどるバックトゥーザ関西。今回はこの人。はい、元プロサッカー選手梶明です。もうふざけてるやん。さあ地元淡路島に帰ってきてます。兵庫県南淡路市出身の梶明さん、他を圧倒するスタミナとセンス抜群のオーバーラップで
数々の得点を演出した日本を代表する右サイドバック。2006年のドイツワールドカップにも出場した関西のレジェンドです。この4つのキーワードからそのルーツを探ります。まずはあの強靭なスタミナを作った場所へ。ここも変わってないですね。これ K の松原です。ここが淡路島の西側に位置する景勝地 K の松原。砂浜の全長はおよそ 2.5 キロ。歩くだけでも辛いこの長い砂浜で小学校中学校と梶さんは足腰を鍛えました。もうあの一番端からずっとここ走って、あっちまでみたいな。砂浜こういう田舎で育って足腰強くなったっていうのも、まあ良かったなって思いますよね。小学校1年生でサッカーを始め、南淡路市の青壇港サッカー少年団に入団した梶さん。当時は天性のストライカー。チームは国際大会でベスト16に入るほどの強豪でした。小学生はバリバリ走ってましたね。10本シュート打たれたら100シュート地獄ですよ本当に。そんな厳しいチームにいた梶さんにとって忘れられない思い出の食べ物がありました。開けてください。このあれはこれ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 何も変わらない。梶さんの思い出の食べ物、それは南淡路市にある焼肉店白頭山の焼肉。ちょうど焼肉食べたいと思ってたんだよね。大会に優勝すると監督がみんなをこの焼肉店に連れて行ってくれたそうなんです。うん、味も変わらへん。肉食った後のこのキュウリのこのなんていうのさっぱりした感じ、これはもう珍しいね。キュウリですね。あんまり見ないですね。これは焼肉と砂浜で形成された梶明ですね、これね。続いてはプロを目指すきっかけとなった中学校へ。こんにちは。と先生ですか。あ、そうです。あの担当は体育でサッカー見てます。あ、え、サッカー部の顧問。サッカー経験者ですか。あの早川さんに教えてもらいました。来ました。うちの小学校の時の監督、教え子。まあ自分ら教えてもらってた人からはもう全然。そうですよ、もう伝説の人って多分言われてたから、あの人が本当に存在するのかどうかっていうのもね。そうです。分かっ、ね、存在しました伝説が。レジェンド書いてました。レジェンドですよ。ありがとうございます。今サッカー部どうですか。強いですか。前の新人は県行きました。あ、行った。あ、県でどれぐらいですか。県で全然。あの、まあ僕らの時とそんなに今は変わってない。さすがにここ空いてないでしょ。なんか物とかいっぱい置いてあるから。空いてる。空いてる。昔と一緒。全く変わらへんこれ。こんなんある？音中イレブンって書いてるでしょ。三原中、三原中で昔はこの名前だったんですよ。三原中学校って。小学生時代に所属していたチームは全国レベル。しかし中学校のサッカー部はだいたい淡路の 中学校同士でやったりとかだったんで、レベルもやっぱりねそれだけ高いものではないし、やっぱり神戸や大阪に比べると目標すら持てなかった日々。そんな中人生を変える転機が訪れます。まあ、やっぱり中2の時に始まった J リーグ開幕じゃないですか。衝撃でしたね。こんな世界があるっていうのがもう憧れでしかなかったんで、三浦知良選手見てああいう選手になりたい、かっこいいな、プロになりたい。敵をかわす時はシザースして、でゴールパフォーマンスもあのねカズダンスして、プロという目標ができた梶さん、ある一大決心をしました。少年梶明が考えたこと、強い高校に行きたい。兵庫県で一番強いところ滝谷第二高校。
やばいぞ。次週サッカー人生を変えた名門滝川第二高校へ。気になるな、毎回次回気になるんですよ ね、 一緒にプレーされたこともある。代表の時ずっとしまして、カイさんあんな感じだからよく僕がいじってました。あ、そうなんですか。いじると喜ぶんですよやっぱり。J リーグ開幕も大きなきっかけだったとありましたけど、はい、まあ、やっぱね、この僕たち世代はやっぱこの J リーグが、僕は本当5年生の時かな、開幕して、はい、北九州の田舎町で超でかい祭りがあったんですよ、花火大会が、はい、それ行かずこの開幕戦に。おさあ続いてはですね、明治安田生命 J1 リーグ関西4クラブのゲームハイライトタイムサバイバルです。ゲームハイライトタイムサバイバル、まずはガンバ大阪で持ち時間は30秒。アウェーで京都と対戦した白のユニフォームガンバは、石重選手のスーパーゴールで同点に。では本人解説。一回どこにこぼれてきてもいいように一瞬こう両足でポンって止まってるところがあるんですけど、大抵こういうのは力入りすぎて吹かすんで、上からボールを叩き潰すようにうまく見てるようにと思います。しかし勝利とはならず。ということで告知タイムは5秒。5月3日の大阪ダービーでは先着3万名様にこのオリジナルフラッグとシリコンバンド。これめちゃくちゃ早口になるんですいや、それはそうなる、それはそうなる。5秒やもん。続いてはセレッソ大阪、持ち時間は1分です。敵地で FC 東京と対戦した白いユニフォームのセレッソ、難しいボールにうまく合わせた奥野選手ですが、この技ありのゴールよりも解説したいプレーがあるそうで。上条選手の動き出しというところが良かったのかなと思います。それは同点で迎えた後半39分、サイドに流れた上条選手のクロスに合わせ、奥野選手が決勝ゴールを決めました。ポイントはサイドからの攻撃。ディフェンスはこう後ろ向きに守備しなきゃいけないので、まあ、ボールとマークを見るというのは非常に多分難しい状況になるので、まあ、あとは吹かさないようにミートを考えるただけです。仲間を称えることを忘れない奥野選手に。この間もうちょっと長かったし、できるのかな、はい、与えられた PR タイムは10秒。4月23日の柏戦では中林のロジカルノートを先着1万人にプレゼント。ぜひスタジアムでお待ちしています。はい、ありがとうございます。ぴったり、ありがとうございます。さあ残るは京都と神戸。京都さっき見ましたね。さっきのはガンバ目線の、今度は解説でしたから、今度は京都目線の解説を見られる。タイムサバイバル、続いては京都サンガ FC、 持ち時間は1分30秒です。豊川優太です。福岡新兵です。3回連続会議賞です。3回目いいな。解説はこの2人。豊川選手、金髪が似合ってますね。ガンバ大阪との一戦、京都サンガはこの試合前にエンジンしてこうバンって全速力で散るんですけど、これでめっちゃ気合が入るね。間違いないです。さあ試合は豊川選手にご注目。ああ、素晴らしいゴール。これなんて言ってんすか、本当に来た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 豊川らしい。盛り上がってますね。あ、でもリキトがいいボール本当に上げた。いやマジでここでよく上げたの、うん、0.9点力とくんですね。そう、0.9点。まあでもなんかこう、ね、僕が理想とするこうストライカー的な像の、あのいいゴールだったなっていうふうに。いやー、先制後も豊くんプレス行ってましたね。いやーいいね。いやー、いやファール、ファールとハンドみたいな言い方するね。いや前から行ってくれると助かるんです本当に。ハイプレスがゴールに結びつきます。いやでもこのゴールマジででかかったですね。いやーもうフルスになんか京都さんの感じは間違いです。関西ダービー勝てたのでかい。でかいっす。うん、そんなもう一発合格やろ。いけるでしょ。いやお前3回も出てんだろ。まあ言うそうです。俺だって前回5秒ですからね。あ、口もらったの。4月23日と5月3日新年度ワクワクイベント盛りだくさんを開催。縁日やキッズ限定メニューも登場。子供たちの前でかっこいい姿を見せたいですね。僕は活躍してヒーローになります。頑張ります。オッケー、ありがとうございます。
現在首位のヴィッセル神戸はタイムサバイバルも1位2分獲得。今回試合を振り返るのは番組解禁賞3回目の登場ゴールキーパー前川大也選手。そしてもう一人前川選手を笑顔で見守るのはヴィッセル攻撃の起点現在アシストランキング1位武藤義則選手。この2人で第8節をプレイバック。白のユニフォーム神戸は前半アディショナルタイムパスカットから大迫選手が強さを見せます。あーいいねうまい。ためを作って左サイドへ展開。斉藤選手のクロスに合わせたのは武藤選手。そんなこれ難しいゴールじゃなかったんですけど、まあ距離もあったのでとにかく強く当てるっていうのを意識してバーぐらいこれ僕って簡単じゃないっていうなんかすごい簡単みたいな感じ。難しいよ前川選手が練習相手をすることも多くクロスの練習とかも付き合ってくれてるのでやっぱそういった面で、まあ、彼からも学ばせてもらってるんでいいゴールできてよかったなと。イケメンで謙虚ってすごいですね後半40分パトリック選手が持ち前のスピードで前線に運んだところ山口選手が落ち着いて上がってきた酒井選手フィニッシュはまたまた武藤選手。ここで相手のディフェンスの前に入って僕に直接クロスもあるしフリーの山口選手に出すこともできる、まあ、本当チームで奪った、まあ、スーパーなゴールだったなっていうふうに思います。5得点で快勝勢いそのまま PR タイムへ。今回は特別バージョンでお届け。ヴィッセル神戸吉田貴之監督が月間優秀監督賞を獲得。喜びのメッセージを20秒で。選手やスタッフみんなのおかげですし応援に来てくれるサポーターの方の声援があってのことだと思いますので、皆さんに感謝しています。これからもねこういう結果残せるように頑張っていきますので、皆さんも応援よろしくお願いします。観客を魅了するような、ワクワクさせるようなプレーをしたいなと思います。20秒あると監督さんのお話が聞けるんですね。ねえ余裕あるなですね。ヴィッセル現在の順位表はこのようになっております。ヴィッセル神戸が首位ですね。いやいいねずっとここまでね調子いいですからね。はい続いてはですね新コーナーのこちらです。関西ロッククラブ対抗の新たな企画がスタート。関西チャレンジカップ題してカンチャレ。こちらですね関西の6クラブの選手がサッカーのチャレンジをして一番を決めようという企画でございます。ルールは簡単。制限時間の3分以内に何回クロスバーに当てられるかを競います。使用できるボールは1球のみ。キッカーとボールを拾う役に分かれて挑戦してもらいます。意地とプライドをかけ関西6クラブの選手がそれぞれ挑むこの企画。当てた回数が見事1位に輝くとクラブ特集が組まれるんです。全力で頑張ります。お願いします。はい、まずは2人で挑戦。じゃあ練習してみよう。はい、どちらもうキッカーボールボーイでもいいですよ。いや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 私が蹴るんですか。届くかな。私ここだって想像以上に遠いよね。びっくりしました。じゃあ僕蹴りますわ。お願いします。でもボールボーイもきついですからね。俺がめちゃめちゃ外すかもしれないし、はい、それで時間食ったらマジやばいですから。はい、割と重要なポジションですね。かなり重要、かなり。キッカーは J1 リーグ最多得点記録を持つ大久保嘉人。そして学生時代に水上スキーで日本一に輝いた水の上の女王がボール拾いを担います。よっしゃ。はい。あ、壊れてる。はい、行って早い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 。え、これ投げます。これ投げる、それ早い投げるのは投げるのは早い。ここまで持ってきて。あ、いいね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 。結構走りますよこれ。結構きついですよ俺が当てなかったら。うわ、やばい。よっしゃ、当たった。さすが元日本代表、正確なコントロールで成功です。オッケー、あれぐらいね。オッケー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 。何本ぐらい当たりそうですかね。最低6本当てたい。3分間で。そうするとプレッシャーかけられるから。はい、でももう走りたくないです。だよね、当ててください。だよね、だよね。こ
ここからが本番、目標達成なるか。見てろよ、関西のジェリーが。日本最高のストライカー、大久保嘉人の実力は。よーい、スタート。カンチャレスタート。うわーっと、いきなりボールはクロスバーの上通過していきました。桜並木のふもとまでコロコロとボール転がる。カイトミク懸命に走っています。ちょうだい。はい、ナイス。お願いします。続くドーと続くキックもバーの上。わざとじゃないよ。まさかの2本連続のキックミスです。やばい、いやこれは大幅なタイムロス。やばい、これもプレッシャーやな。カイトミクの体力も奪っていきます。J リーグ最多ゴールを誇る大久保嘉人ですが、なかなかバーに当てることができません。残り時間は2分。よし、どー、ここで1本目の成功。クロスバーしっかり捉えていきます。よし、浅村成功。これで2本目。コツをつかんだか大久保嘉人。よし、3本連続成功。いい、立て続けに3本です。やれ、後ろにか。なんと4本連続成功。正確なコントロールは健在です。引退しても技術は衰えません。いや、ごめん、ごめん。うわ、カイトミクダーシュ。水上スキーで鍛えた足腰で走るカイトミク。まさか自分がサッカーのグラウンドで走るとは。入社2年目、お父さんお母さん、東京から見てますか。お願いします。制限時間は残り1分。ここまで4本成功。果たしてどこまで記録を伸ばすことができるか。来た、当たった。5本目。残り20秒。来た、6本目。来た、6本いきました。制限時間は残り15秒。マジか。残り10秒、最後の追い込み。あと1本当てられるか。いや、残り4秒、ラストワンプレーか。終了。ここでタイムアップ。記録は6本。でも6本、6本いきましたね。6本。よかった、ボールボーイがよかった。めっちゃ速い足。なんか血の味してきそうです、喉が。わかるわ、その気持ち。ということで、結果は6本成功。38% か。いやー、Jリーガーのテクニックを存分にね、見せてほしいですよね。僕に勝てるのか。6本に勝てなかったらもう引退しましょう。それぐらいの意気込みで来てほしいなと。そうですね、思いますね。はい、はい、ボール拾い、うん、こうやって自分で見てると、いる場所によってもう作戦立てられますね。そうね、一番最初やったから分からなかったね、はい、皆さんの見てから最後もう一回、最後もう一回やりたいね。そうだよね、俺も引退してるし。さあ、J リーグは30周年を記念してゴールデンウィーク期間中の J1、J2、J3 リーグ戦になんと14万人を無料で招待するキャンペーンを実施します。すごいね、太っ腹ですよね。詳しくは J リーグ招待で検索してください。ボールに負けて。なるほど。え、こういうこと。後ろにバンって負ければ、はい、ボールの勢いに負けて。ほらほら、そうそうそう、止まったよ今。